It has been 5 years since Mota and I got married. I can't believe it's only been 5 years. My life has been so full since the day I decided to make a life with him. From the time we first met 10 years ago until now, we have talked a lot and spent a lot of time together whenever there have been happy times, sad times. We had separate lives, but we became a couple, a husband and wife, and a mom and dad. Now we are a team, and we do our best every day just to make a sweet little princess smile. There'll be many more things to come in our life, but if we never give up loving and talking to each other, I believe we can overcome anything. Today, we are here in Nihonbashi, Tokyo, for a short trip to celebrate our anniversary. Nihonbashi has always been a business center where merchants and craftsmen gathered from all over Japan. Many restaurants, household goods stores, department stores have a long history. So today, we will shop only at long-established stores that have been around for more than 100 years. And Moto's friends invited us to a hotel called Mitsui Garden Hotel, Nihonbashi Premier. It'll be your reference when you come to Japan. And there is a wonderful present for Kimonoko at the end of this video, so please watch till the end. Alright, did you turn on the subtitles? Enjoy the video! なんとママとパパの結婚記念日にパパがお出かけに誘ってくれました。一泊でね。ありがとうございます。私この日本橋エリアが大好きなんだ。今日はちょっと全部帰るかわかんないけど、ちょっとみんなお買い物に連れて行きたいなって思っています。行ったことないんだけど、お着物とかのお衣装の箱屋さんです。つづら箱っていうのかな。つづら箱っていうのは京都にいた時もいいお着物とかはそういう箱に入ってたの。職人さんが作ってらっしゃる。このお店が日本橋にあって、いっぺん行ってみたかったんやけど、結構いいお値段するのよね。だから今日帰るかどうかわかんないけど、見てみたい実物をね。すごいね、素敵だね。憧れの。憧れの。何をされてるんですか？これから竹が来るんで、それの中に。これを貼った後、仕上げでまた化粧紙っていうのを貼るんですけど。竹で編んで、その上に漆を塗って、ね、竹を塗って上にあるように。あ、そういうことか。で、なるほど、なるほど。竹とか塗って、それから色付け。着物ママのさ、僕言ってもらってさ、すごい可愛いじゃん。わ、綺麗。中もすっごい綺麗。軽いんですよ、ね。あ、そうです。竹と和紙しか使ってないですから。これって、あの、はい、桃を入れてもらえる。はい、大丈夫です。でもこれも綺麗な色ね。ね、でも赤も可愛い。プレゼントにもいいですよね。そういうのね。ね、1万円ぐらいで、ね、お名前も入れられたりすると、いいプレゼントになったね。つづらを注文してまいりました。大木屋さんです。すごいいい香り。茶葉マーライ、これが欲しかったんだ。あとはさ、なんかこうちょっとしたちっちゃいのがさ、うん、机の上とかのちょっとしたホコリとかにいいよね。見て、あのお兄さんがで、そこで、ちゃーちゃんどんな顔してたの？ちゃーちゃん、いいね。じゃあ歩こう。いいね、あなた。パパがいるとね、歩くの嫌だって座り込んだら抱っこしてもらえるの。ちょっとさ、それ約束したよね。だだこねたらできるのなしだよって。こういう感じのお店なんだ。ね、素敵だね。和紙屋さん、灰原さんです。こういう千代紙系が可愛いじゃん。鉛筆立てだって。よかったね。頑張って歩ける？よし、頑張って歩こう。よし、行こう。オッケー、よし、行こう。ちゃちゃんがさ、鈴つけてるからさ、よく聞こえて安心だもん。安心だね。おにぎりもあるみたい。ねえ。こんなにお母さんが乗ってる。あ、美味しそう。美味しそうだね。うん。食器も買って、梅干しと、ね、
ックしました。見てくださってたんだって、ね、嬉しいね。江戸時代、280年だって、うん、すごいね。こんな上手くなったらったけど、やってみようやってみようか。これはまあ通常で、はい、まあ、ちょっといいのです。1948年か。モカソフトだって、コーヒーのアイスだって。バニラかイチゴがいい。あとチョコレートか。ママいた？ママ、アイス。ビルの真ん中に神社があるので、お参りしていこう。自撮りスタンドがあって。って観光しやすいよね。神社でさえさ、スマホを置く台とかが設置されててさ、ね、あと今老舗のお買い物行ったら全部クレジットカード使えたし、うん、全部バリアフリーの綺麗なね。今日のお宿、三井ガーデンホテル日本橋プレミアです。部屋だ。わあ、素敵なお部屋。すごい。すちゃん見て、くまちゃんを用意してくれてる。はい、どうぞ。お部屋からもくまちゃん持ったよ。おお、綺麗だ。どこに見えるんだろう。あ、これがさっきの日本橋のメイン通りとか。おお、高。高いね。高。すごい。わあ、こっちも素敵。抜けがあって。いいね。今回あの呼んでくださった入山さんです。ありがとうございます。元さんが最後勤めていたホテル のレストラン立ち上げを一緒に、うん、入山さんにお世話になってレストランを入れていただいて、うん、入山さんがずっと担当だったから、うん、ずっといつもお世話になってたので、まさかのまさかで、ね、こんな短い期間の間にまた再会することになりまして、ね、そうだよね。今日はこんなご迷惑をいただきました。嬉しい、はい、呼んでくださってありがとうございます。ありがとうございます。今日はあの実はあの結婚記念日の旅行で、はいはい、でちょうど入山さんからお声掛けいただいて、はい、じゃあここでツアーをしようっていうことで来ました、うん、はい、大事な日にありがとうございます。ありがとうございます。ここ大浴場ついてるんですよね。そうなんです、そうなんです。大浴場もありまして、なんかもしよかったらちょっと、はい、今ちらっと見に行きますか。今だったらね、はい、すーちゃんとママここでさ、ぜひぜひゴロゴロしてようか、うん、じゃあちょっと行ってくるよすーちゃん。バイバーイ。ありがとうございます。あら、いいですね。うわ、広いですね。あ、これは楽しみですね。あれ、なんか頭だけ見えてるぞ。どしーん。いいベッドだね、これ。すごいいいベッドだね。さっきさ、おにぎり屋さん行ったら着物子だったね。あと和紙屋さんの前でも着物子に会ったもんね。オーストリアから来てたよ、さっきの子はね。今日のね、着物は織の着物を着ております。日本橋と言ったらもうなんか江戸っ子っていうイメージが、私あんまり詳しくないんだけど、江戸っ子のイメージがあって、東京のお姉さんから昔いただいたお着物を着てきました。海外のなんかイメージはわかんないかもしれないけど、強風ではない、ちょっとこう粋な感じじゃない。今日はお着物も帯も織のものを使ってます。いらっしゃい。何したの？お風呂見てきたの。
綺麗だった？綺麗だった、すっごい。あ、そう。ピューゴトン。ちょっとクマさん、お部屋の案内してくれない？お風呂はどこ？お風呂はあるかしら。大浴場があるんだよね。大浴場もあるけど、お風呂も。そこ、開けてみて。何ある？風呂だ。お風呂、わ、大きいじゃん。すごい素敵じゃん。わ、大きい。ねえ、大浴場もあるのに、ちゃんとしたお風呂もあるんじゃん。わ、広。素敵なお風呂とシャワーがあるじゃん。おトイレだ。あ、おトイレだ。綺麗なおトイレだ。あ、ここパーテーションになってんだね。あ、閉めるじゃん。ね、閉めるじゃん。ね、パパこれでいなくなるじゃん。わあ、素敵。これ夜とかすごいすげえキラキラしてさ、ね、すっごい素敵だろうね。なんかキリコ的なやつなの、うん、江戸キリコ的な。お部屋案内します。え、こっちもあるんですか？はい、素敵。僕は登るんです。あ、ここにかけられるんだね。今買い物してきたものを開けたいと思います。正月のお買い物も一緒に済ましてしまいました。憧れのつづら、着物を入れる大きさはちょっとまだ手が届かないって感じたので、書類とかを入れる A4 サイズより一回り大きいサイズのつづらに着物マムのロゴと着物マムっていう風に文字を入れてもらって、それが11月末に届くみたいです。あと、うちのスタッフのこのファミリーに子供ができたので、子供のお名前入りのその小さな小物入れも一緒にプレゼントして買いました。見られちゃった。何で、その次は白木屋さんでうちのテラス用のほうき。これもさ、職人さんが店前でさ、一つずつ手で縫ってたよね。外用のアルミのちりとり買いました。あとこれスーちゃん用のちっちゃなミニほうきとかまぼうきだって。紙屋さん行ったね。で、ここでいっぱい買い物しちゃったのよ、紙屋さんにね。和紙屋さんなんだけど、和紙以外にもいろいろ売ってて、お正月にお金を渡すやつ。2020年辰年だから、辰年の柄が入った茶道で使うお返し、お正月のおせちを食べる用のお箸、こういう水引きの細工の串、これはおせち作った後にお飾りで乗せられるかなと思って、おせち作り用に買いました。あとこれ初めて買ってみたんだけど、お正月のお飾りをね、和紙で作ってあったの。水に濡れないところだったらこのお飾りもいいですよっておっしゃってたから、今年のお飾りは和紙で作ったお飾りにしてみようと思います。クリスマスリースみたいなイメージじゃない？玄関のところに飾ったりするの。かつお節屋さん、後で食べよう。美味しそうなおかかがたっぷり乗った一口おにぎり。食べるもんといえば、あと文明堂ってすごい有名なカステラ屋さんのおやつカステラ、雄弁堂さんっていう書道道具屋さん、すごい日本画の絵の具がぶわっといろんな色があったりとか、いろんな筆が置いてあったりしたんやけど、お正月に書き初めしたいなって言ってたのね、前からね。オフィスで書き初め大会をしたいと思って、この書き初めできるセットを買いました。筆はね、馬の毛って言ってたかな。うずり、来年用のタツのお扇子です。これは海外の方が日本に来てお土産にぴったりだと思う。私京都で舞妓やってた時に、日本橋の猿屋の用事っていうのはちょっと憧れやったの。かわいいでしょ。これ三馬草の絵が描いてあって、何が入っているかっていうと、爪楊枝って海外にもあるよね。トゥースピックね、棒一本ね、こういう入れ物に入ってて、しかもこのトゥースピックに占いが書いてあるの。なんて書いてあるか見たけどか。水差しに残り少ないお冷やを分けて飲み合う夜明けに雨の音。どういう意味？どういう意味？占いが書いてあると思ったら、なんか歌が書いたのかな。占いじゃなかったわ、ごめん。あー、いっぱいお買い物できて嬉しかった。文具屋さんとか1日入れる。あとはつづらが来るのめっちゃ楽しみだな。ありがとうパパ。いいツアーだったね。いいツアーだった。日本橋いいよね。日本橋いいね。こんなに集中したところで。あ、そうそう。だってさ、今2時間半ぐらい買い物してたけど、半径1キロぐらいでしょ。
夜ご飯どこ食べに行くの？日本一古いすき焼きのお店でございます。老舗中の老舗。何年ぐらい続いてんだろうね。百何十年って感じ。このお買い物も全部100年以上のお店なんだよね。そう日本一古いすき焼き屋さん何やってた。ありがとうございます。何言ってるの。パパはね、入山さんとバーに一杯飲みに行った。よく頑張って歩きました。偉かった。寝ました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここのホテルはすごいいいですよね。大人の雰囲気もあって、お部屋でも僕ら家族で大はしゃぎしてたし、テラスラバーの私としては最高の。すごいな。おかえり。ただいまバーから帰ってきました。バー素敵だったの。バー素敵だった。ちょっと飲む。飲む。いいよ、結婚記念日旅行だし。テンション上がってきた、いきなり。パパが異様に喜んでる。やったー、そんな展開があるとは。パパってこういうこと言ったらすぐ喜ぶんだよね。そんな展開があるとは。結婚記念日おめでとう。これからもよろしくね、スーちゃんもね。6年目もよろしくね。ちょっと目つぶって。どうぞ。うわー、かわいい。ありがとう。すごいじゃん。あなたが。本当すごいよね。これ折り紙で作ったの？うん。すごいね。めっちゃうまいじゃん。かわいい。全部作ったんだ。ここ花いっぱいある。本当だ。多分描いてくれたの？うん。ありがとう。ねえねえ、すーちゃんは、このハート描いて、パパはこの絵描いた。あ、そう。いつ作ってくれたの？この間2人で2泊3日した時。あの、ママが京都行ってた時？内緒に作ったんだ。内緒にしてくれたの？サプライズしてくれたんだ。これも見ていいの？うん。グーでたまたま。スーちゃん入ってる。書いてたんだよ、スーちゃん。バイバイ。素敵。いいじゃん。楽しいビデオ。去年はさ、なんか涙のビデオだったけど、ありがとう、二人とも。ね。ママね、この間京都行った時、いい話聞いたね。禅の心っていうのは、簡単に言えば、3つの大切なことがあるんだって。優しい心で、人に接して、優しい目で、人のことを見て、優しい言葉を人にかける。これが禅の心なんだって。どうぞ。お姫様いいですね。じゃあパパママも次お願いします。どうぞ。なんで真似こしてんの。なんで真似こしてんの。どうぞ。あ、意外に大丈夫。おい、スーちゃん来たぞ。おー、来たぞ。あー、じゃあ、もっとさん、6年目もよろしくお願いします。あららー、スーちゃんもよろしくね。明日さ、なんか朝食が超美味しいらしいよ、ここ。だから朝一番で6時に大浴場行って、杉目で朝食行って、最後まで満喫しましょう。
いいですね、それは。いいですよね。もう一回目つぶって、ね、はい、はい、どうぞ。ありがとう。なにこれ、なにこれ、綺麗じゃん。ママ、いつもありがとう。すーちゃん、ありがとう。仕事の時間とさ、家族の時間とさ、プライベートの時間とさ、世間的にもその両立が難しいってずっと言われてることなのにね、うん、だけどやっぱりその家庭によって違うじゃん、うん、家庭ごとに全然違うから、うん、いろんなことトライしていろんな方向性をしたり、うん、役割分担とか、まあ、いろんなことやったよね。まあやっぱ夜は寝るっていうのが一番いいわ。夜はね、早く寝ようとか、朝散歩一緒に行って喋るとかだけし、うん、もちろんスーちゃんとはお互いずっと喋ってるじゃん、うん、スーちゃんなしでさ、うん、デートしたりする時間も必要だよね、うん、まあそういうことができてるといろんなこと解決するかもね。話してないと解決もしないもんね、うん、また書いてるの。ちょっと取りすぎて食べれるかな。でも一口だけちょっとねいただけるのが嬉しい。オーセンティックな日本食で、観光したするときに食べ逃したやつもホテルに着いてると食べれるよね。おいしい、めっちゃおいしい。朝食後いただきました。あの昨日の入山さんがお食事会場にいらして、ここ最後まで見てくれてるみんなにあのちょっとプレゼントをね。で、入山さんありがとうございました。どうもありがとうございました。素敵な滞在になりました。なんか日本橋ってこの近くにいろんなこう老舗がたくさんあって、なんか見て回るのですごい楽しかったです。昨日いっぱいお買い物したんですけど、日本を感じるようなちっちゃなお買い物をたくさんさせていただいて、でそういう老舗のど真ん中に立地しているこのホテル、すごい上のお風呂も最高でした。ありがとうございます。なんとしかもこの最後に入山さんから着物子のみんなにお知らせがあります。どうぞ。この動画を見てくださっている皆様にプレゼントがあります。今回お泊まりいただいたのがあの三井ガーデンホテル日本橋プレミアですけども、こちらを含む日本全国の三井ガーデンホテルにお泊まりいただける宿泊券を2名様にプレゼントしたいと思います。すごい、2組2組あ、じゃあ通気物子に当たるってことだね。すごいすごい、日本全国でいいんですか。あ、全国で、はい、すごい。じゃあぜひあの概要欄にリンクを貼っておきますので、はい、そこから応募の仕方も概要欄をご覧ください。応募お待ちします。はい、よろしくお願いします。よく言えました。ありがとうございました。